こんばんは。さあ、はい、いよいよですか。いよいよです。試着会のお知らせをする日が来ました。イエーイ、来ました。ということでですね、はい、長らくですね、はい、ちょっとできてなかった試着会なんですけども、はい、まあ世の中のね、いろんなイベントさんとかもね、イベントさん今ね、はい、都の条例に従ってね、やっていて、なんかそういうそれを守りながら。私たちもね、はい、本当に再開しようと思います。ついにです。会場もね決まりまして、やった。そしてですね、さっき決まりました。でタイトルが今回はありまして、大換気試着会です。イエーイ、みかちゃん、はい、大換気試着会。大換気、喜びの換気。あ、いいこと言いましたね、はい、これがですね、喜びという意味と換気です、はい、わお。コロナ対策、ね、どういうことって思うじゃないですか、はい、いやまあね、そういうポーズで言ってるんでしょってみんな思うと思うんですよ、はい、はいはい、ポーズでね、世の中的にそういうのうるさいってからポーズなんでしょって思うかもしれないですけど、本当に大歓喜なんですよ。でもそれは来てからのお楽しみ。おっと、これ、ね、何が大歓喜なのか。大丈夫ですかね、花粉症の方とか結構、まあ、ちょっとあれ、でも外とかじゃないですから はい、外ではないです。外ではないです。花粉症の人は一応気をつけた、アレジンを飲んできてください。そうですね、アレジン、僕も飲んでいかないとね、まずいかもしれないですね、はい、ということで試着会があるんです。で、それの予約が、はい、要はこの動画が出てからもうできるのかな。はい、できると思います。できると思います。で、日程が4月の、はい、9日、10日、11日、11日ですね、はいはい、金土日ですね。金土日です、はい、場所は、東京都世田谷区で、ちょっとあの某所ですね、はい、最寄り駅は、学芸大学と駒沢大学の、ま、真ん中らへんですね。でちょっと歩いて時間がかかるので、はい、これも、ま、ほぼ確、じゃ一応編集できるにしとこう、はい、なんとですね、渋谷駅からシャトルバスが出ます、はい。ミカちゃんと大輝、シャトルバスが出るの。やばくない？何のイベント？何のイベント？あの、服を着るだけです、皆さん。服を着るだけのイベントなんですけど、すごい。なんで渋谷駅からシャトルバスが出ると、まあ、毎時間出るんでしょうね。素晴らしいですね。だ、すごいですよね、はい、なんかもうどうなっていくんでしょうね。なんかね、モニターはあるのかとか、音声は流せるのかっていうのを今確認してるんで、何をやろうとしてるんでしょうね。聞くのかな。で、ですね、はい、という場所でやると。で、試着会っていうのを、試着会っていうのはですね、そうですよね、知らねえよっていう人もいると思いますから、はい、夫婦の、まあ、2ヶ月ぐらい先のものを、はい、先に試着をして、その場で先行予約ができるというやつなんですよ、はい。まあ、だから着る機会はそこしかないですね、まあ、ルーム以外だと。ルーム以外、そう、今はルームっていう選択肢があるんですけども、はい、試着会に来ていただいて先行予約をする。だからウェブ展示会とね、こう走ってますから、はい、ウェブ展示会はちょっとステイしておいて試着会行こうみたいなのでも、もちろんいいわけですね。ありですね。そういう風なちょっとこう買う側の、はい、まあ、選択肢がちょっと増え始めている夫婦だなって感じですね。夫婦だな、はい。で、当選した方、はい、じゃあちょっと抽選にはなってしまうんですけども、そうなんです、当選した方にはメールが行って、場所と時間をね選べるんですね、はい、その時間の時間が行くので、どの時間かっていうのを、まあ、3つぐらい希望出していただいているので、その3つの中のどの時間で当選したのかっていうメールが行くようになってます。行くようになってます、はい、でその時間に来ていただくと、その時間に来ていただくと、はい、入れると。試着が楽しめます。やった。1時間ね、はい。で、何ですか、持って帰ることはないですね。あ、そうですね、予約になりますので、はい、そこに来ると、シークレットページに入れる、まあ、紙結局紙チケットかっこいい言い方したを、ね、もらえて、このバーコードを読んで、はい、シークレットページから注文できるようになっていると、はい、そういうイベントなんですね。すごい。なのでここですごいね、僕らやってて、あ、これいいなと思うのは、あの、誰が買ったか分かんないんですよ。そうなんですよね。つまり来たからとりあえず記念でこれも着てみようができるんですね、はい、そうするとこの負担なく皆さんも、あの、いろんなものを本当に着てね、着れるだけ着ると、そう、着れるだけ着て、はい、着てみたら意外といいっていう出会いがやっぱあるんですよ。そうなんですよ。それがこの試着会の怖いところです、皆さん。僕ら的には嬉しいことなんですけど、はい、これ怖いですから気をつけてくださいね。
それでもう悩みながら帰らなきゃいけないわけですから、これでですねもう皆さんこの1時間の間にいろんなお洋服を着るから、はい、スローガンがねできてしまいました。試着はスポーツっていうね、できちゃいました。本当に大変だと思う。まあちょっとコロナなんで T シャツがね貸し出しできないかもしれないですが、そういうのもともとに用意とかしてね。そうか、だからあの来られる方は上下ちょっと別々の確かに格好で来てもらった方がいいかも。か自分で持ってくるかね、持ってくるか T シャツを、うん、じゃあそのみんなやっぱドレスで着たくなるじゃないですか。もうそりゃそうですよね夫婦のイベントだってありますから。そうするとなんか上下違う服を着ようとした時に上ないってなる、うん、そうです。でもともと T シャツを貸してたんですけど、はい、ちょっとコロナだからそれができないので、はい、まあ、自分で持ってくるか、持参ゼッケンつけていただいて、加藤みたいな。あ、やばい持ってきてください、まあ、スポーツ大会なんでね、はい、という試着会でございます、はい、で、その予約が始まります。1週間くらいはね、予約期間までの間に普通にあのフォームから応募していただければいいです。で、代表者様の名前と、あとは今回やっぱちょっとコロナの件もあるので、同行者さんの名前を入れていただくようになります、はい、一応代表者様だけがご応募していただくような形でお願いしております、はい、で、あとは、あれか、あ、で、同伴者さんは、中学生以下のお子様は含まないので、はい、例えば旦那さん、あ、本人、旦那さん、お子さん3人大丈夫です。遡るは1年前、うん、はい、東京試着会というものを予定してました。していた当時夫婦たち、はい、夫婦たち、しかしコロナによって延期になった2回っていうのがあるんですね、過去2回が、はい、その方々の、情報を僕ら持ってます情報まだもちゃんと取ってあります。応募情報がちゃんと残っています。その方々に優先のね、はい、権利があるんです。そうなんです、いつまでも使える。そのメールアドレスに優先のあれを送ります。フォームというか、はい、あれをね、だから普通の試着会のフォームではない別の優先枠のためのフォームを、そのご応募いただいた時のメールアドレスにお送りします。お送りします。なのでそこからね、普通の応募にしないでください、はい、こっちの優先の方を優先していただいて、優先していただいてそこに応募というか、はい、入れていただければもう通りますから、はい、100%。そんな素晴らしいことがありますか、この世の中に。でも1回しかこの権利使えないんで、そうですよ、逆にちょっと4月じゃないなっていう時は、あのスルーしていただいて、ラインナップも見ていただいてね、大丈夫です、はい、そんなとこでしょうかね、はい、あとは、あ、その優先のメールアドレスもう分かんないよ、メールアドレス変わってしまってるって方は、お名前とお電話番号と、はい、そのもう覚えてたらそのメールアドレスをつけて、はい、カスタマーサポートにご連絡いただければ大丈夫ですから、はい、という感じですか。そのご連絡いただいたメールアドレスにお送りするので、うん、する、はい、まあ、ちょっとなんかドメインじゃない方、あれなんて言うんでしたっけ、うん、こっちがオリジナルアカウントだったかな、アットマークより前の部分とかだったらきっと覚えてらっしゃるかなと思うので、うん、なんかちょっとそれを、まあ、ドメインだけ置かれてもね、確かアイドットソフトバンクだったんですけどって大体そうですか、ね、分かんないです、はいはい、なんか覚えてる範囲でちょっと送っていただければと思います、うん、はい、ということでね、はい、いよいよ始まります。いや、まあ、もちろん4月東京、5月もあるんですよね。5月もあるんですよ。だから4月に開催するときは6月と7月分が、うん、ご試着いただけます。で、5月はだから8、9になるので、うん、どっちがいいかなっていうのはちょっと、まあ、優先の方もね、はい、ウェブ店のあの、はいはい、あれとかを見ながら、うん、一応リストもねつけますからね、はい、見てみてください、はい、なるほど。で、一応ねこれから地方もね粛々と回っていきたいと思ってますから、またね忙しい日々がやってきますね。ね、はい、高坂さんがいなくなります。いいいいいいここからこれ準備が大変ですからね、試着はねまあ、物がね、たくさん移動するので、うん、でもすごい楽しみです。きっと1年の間に、うん、見てくださった方増えたと思うので、そう、本当そうだと思いますよ。着る機会が本当になかったと思うので、うん、ぜひ来ていただきたいなと思います、ね、リアルマールとね、リアルアズミも待ってますからね。リアルアズミ楽しみですね。リアルアズミは結構楽しんでいただきたいですねやっぱ試着会で、やっぱね、はい、光る方ですから。そうなんですよ ね多分来てくださったことがある方はご存知だと思います。それは YouTube でやる社内のね、はい、あずみちゃんのモノマネね流行ってますよね。流行ってます、うん、そんなんじゃないです
だんだん離れてきました。ザコシのアリみたいな。はい、こちら、はい、ということで、はい、ぜひお待ちしております。お待ちしてます。ありがとうございます。